三輪車の三輪です。ペチャンコです。ベッドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年5月30日雑談第450回の放送が始まりました。はいよ。この、続きまして愛さん、女性の方、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今回のテーマ、ちょっと許しがたいことですが、私がここ数年ちょっと許しがたいと思い続けているものは紙ストローです。まあ分かりますわ。環境に配慮して脱プラスチックを目指すというところには意義ないのですが、唇に張り付いてしまったり、時間経過でふにゃふにゃになってしまったり、なんといっても飲み物の味に違和感が出てしまうのがどうにも許せません。確かにそう。そうだね。味変わったね。最近では紙ストローの時は不要と伝えてカップに直接口をつけて飲むことにしていますが、いろいろな技術が進歩している現代において紙ストローもうちょっとどうにかならないものかなと思ってしまいます。そうね、なんかもうちょいできないかなっていう。なんか結構 ふにゃっとするタイプの紙ストローあるよね。あと変色してるとかさ、結構時間に長くつけてると変色しちゃってたり。そうね、そうだね。ちょっと最近使うのやめようかなと思ってるぐらいだな。そうだね。紙ストローは本当にでも、まあそういうなんだろうな、あるんだろうけど、ルールが、本当に増えたね、ここ。増えたね。いやもう味違うからさ、全然。そうだね。そう、なんであんな違うんだろう。やっぱ紙だから、紙のなんか味が入ってちょっと、味違う。マックとかね、多いけどね、最近。マックはそうだね、最近はもう、そうだね。なんかちょっと違うなって感じになる。いやだよね。マックのシェイクって俺最近飲んでないけど、マックも紙なの、基本は。シェイクは知らないな。シェイクわかんないな。コーラとか、ああいう系のやつは、全部紙。全部紙。時間経つとコーラもだって、茶色く変色してるし、ぐにゃぐにゃになってるし。マックのちょっと大きいの頼んじゃうとそんなすぐ飲みきれないから、結構ぐにゃぐにゃになりそうだね。そうだね。そうか。ストローの先がスプーンみたいになってるタイプのってもうないのかな、じゃあ。かき氷とか。かき氷のやつ。そう。かき氷はさ、紙無理じゃない。無理か。きついと思う。ぐにゃぐにゃになっちゃうか。そっか。まあでもこれはどうなんだろうな、か進化するなんてことあんのかな、紙が。そうね。あ、まあだから素材が変わるんじゃない、紙じゃなく進化するなら。もっとなんかこう環境には優しいけど、なるほど、とかなるんじゃない。もうあれだよね、プラスチックにじゃあ戻しますだってできないもんね。もう多分無理だと思う、紙にしちゃったところは。なんかだから新たなやつ出てきてほしいよね。プラスチック紙以外の何か、確かに欲しいな。欲しい。ちょっと欲しい。これは分かるわ。マイストローみたいなのあんの？マイストローはでもある。いや、ある。使い捨てだから銀とかないんじゃない？ファミマにさ、洗える、なんかまっ平らにできるやつ売ってんだよね。まっ平ら？まっ平ら？ちょっとこう、筒状にくるっくるっとさせるストローで洗うときに平らにできるみたいなやつ。なるほど。斜めに新聞紙をくるくるくるって丸めたり開けるってことね。そう、ああいうの確かね、コンビニどっかのコンビニに売ってた。あ、へー、シリコンっぽいやつだと思うけど、なんか持っててもいいのかもしれない、もはや。そうだね、紙がちょっとなーっていう。これかな、マイストロー。マイストロー、なんか開けるようになってる、これは。あ、パッと開ける、マイストロー。掃除でも、でも開けたら確かに掃除はできるね。そうね、改正にするわけにはいかないもんね、環境問題のあれで。あれだっつってんのに。基本的に外では、俺飲んだりと、少ないからさ。はい。なんか家で使う用としてでもいいのかな。あるね、結構いろいろあるね。それこそ銀のとかもあるし、あ、中が開くやつとかもやっぱあるね。いいな。シリコン製のもあるね。ベイさんが言ってたの、でもチタン製みたいなのもあるね。チタン、なんかアルミとかもあるんだな。
繰り返し使えるストロー。なるほどね、結構いろいろやっぱ考えてるんだね。うん、なるほどな。